どうも、ピン芸人の小松ランドです。先日ですね、テレビ朝日のそんな食べ方あったのかという番組に出演させてもらいまして、こちらの番組がいろんな商品のアレンジレシピを紹介する番組で、小松ランドのアレンジレシピも紹介させてもらいまして、ちょっとだけモノマネもやったりなんかしてね、面白くいじってもらいました。ほんと非常にありがたかったです。で、ちょっとびっくりしたのが、その番組のスタジオ収録があった日の夜に、フワちゃんがツイッターをわざわざフォローしてくださいまして、まあ、一応ね、芸人としては先輩だからフォローしてくれたんだと思うんですけども、フワちゃんってああ見えて、実はすごく義理がたくていい人なんだなと思って感動しました。で、今回はですね、その先日の放送でも紹介された、亀田の柿の種のアレンジレシピ、柿の種キャラメルの作り方を皆様にお伝えしたいと思います。小松ランド TV。まずこの柿の種をですね、3分の1だけ潰していきます。そして耐熱ボウルにバター 15g と砂糖 15g を入れます。500W のレンジで、ラップなしで45秒加熱します。取り出したら一度よくかき混ぜて、さらにレンジで2分加熱します。こんな感じの色になったら牛乳小さじ1を入れて、すぐに混ぜます。とろっとしてきたら柿の種を入れて、さらに混ぜます。クッキングシートに適当な大きさに並べていきます。こちらある程度冷ましてから1時間以上冷蔵庫で冷やして完成です。完成しました。こんな感じですね。綺麗ですよね。いただきます。うん、うん、甘じょっぱくて美味しいです。たまらんど。ちなみにですね、そんな食べ方あったのかの番組内でこの料理がですね、過去最高得点を叩き出しました。なので皆さんもぜひ食べてみてください。そして、TVer というアプリでですね、そちらの番組の放送回が、5月21日まで見れますので、まだ見てない方はそちらも見てみてください。よろしくお願いいたします。以上、ありがとうございました。